吉永ちょっと収めきれずに、さあカウンターになる。相手からさあ藤岡仕掛けてマイナス、決まった。おっとこれはオフサイドはない。左サイド抜け出す岐阜のチャンス、マイナスのボール、藤岡クロスバーの上。失点も多かったけれども今は全員が体を張ったりボールホルダーに寄せたり、危ないシーンでも庄司スルーして藤岡、田口に入る、田口だ、前向いた、田口がシュートを放つ。なんとか決めたい岐阜、その攻防どうだ、こぼれて藤岡、さあコーナーキックです。ニアサイドへシュートはどうだ、押し込んだか、押し込んだ、先制 FC 岐阜53分。真白です。さあ藤岡だ、藤岡スピードを上げるか、キープする、藤岡まだ持っている、おいじ藤岡、青木、そして荒木出しません。タッチライン際粘った、荒木折り返したボール、藤岡その後ろ石田取りました。そして前の橋本につなぐ、カットする、藤岡だ、藤岡エリアの中、藤岡庄司のシュート。石田がカット、低い位置から相原囲まれましたが仕掛けます、一人かわして相原背中で抑えた、出ていきます相原、外に展開戻してきます、藤岡ミドルシュート、狙っていましたムンギンジュ簡単に出ます、斜めに刺して藤岡、反転して庄司、荒木外はないと見て差し込んだ、こぼれてくる藤岡左足、もう一度今度は上野のシュートです。セッター相原つなぎます、藤岡スルーパス抜け出した、上野倒れる、まあ、もっと崩しの部分で意思統一そしてチャレンジが必要だと話しています。すらして相原から石田です、中2人、石田早めのクロス、藤岡ヘディング、前に運んで斜めのパス、佐々木陽次から薄い懐作って左に展開、甲斐の守備です。荒木手薄になった富山を攻め込みたい FC 岐阜です、深く来て藤岡の折り返し、